それでは雨も強くなってまいりましたし、大体1時間ぐらいかなという時間になりました。で、最後に玉木さんに最後のご挨拶をお願いしたいと思います。山内先生はさっきいらしてたんです。今日も3時からここへいらしてて、その前のデモに参加してらしたんです。それで多分お疲れになって帰られたんだろうと思います。いろいろとこう聞き苦しいことがあってすいません。でも初めてやった集まりがこれだけなったというのは、いかに私たちを囲んでいる日本の政治がひどいかということだと思います。でも打ち合わせがうまくいかなくて、でもこれ自然発生的な会なんですよね。それから私たちはやっぱり沈黙していてもこうやって意思表示ができるわけですから、もう本当に呆れ果てて、これ以上ひどい政治は日本はないです。それから日本だけじゃなくて、これは世界がどういう世の中になるかということと密接な関わりになります。それから子どもたち、その孫たち、さらには子どもたちがどういう日本の中で暮らしていくかということに非常に関わっていると思っております。これからも私たちは毎日午後1時にこの政府の前で沈黙の講義をやっていきたいと思います。でも雨の準備ひどくなってしまって、皆さん帰り道を